コルンバヌスは、アイルランド出身の修道士。カトリック教会の聖人歴では、聖コロンバン修道院長。コロンバヌスと表記されることもある。混同しやすいので注意が必要だが、同じく、アイルランド出身の修道士コルンバと対比して、小コルンバとも称される。フランスから、アルプス北緑、北、イタリアにかけて、西ヨーロッパの広い地域に宣教して、 大きな影響を残したことから、ヨーロッパの聖人、ヨーロッパの父と評されることがある。コルンバヌスは543年頃に、アイルランド東部レンスター地方にあった、ニーズ王国で生まれ、ダウン県のバンゴール修道院で学んだ。590年に12人の弟子と共に大陸に、トライし、ガリア人に、キリスト教の福音を説いた。ブルグントの領主に艦隊され、ボージュ山脈のリクスユなどに、 修道院を設立した。リュク水ユ修道院では20年間過ごし、ここで彼は修道規則を表した。この本は彼に従う、人々のために書かれたものであり、現存する最も古いケルト古教会の修道規則である。しかし、フランク王国の教会はアイルランドからの宣教師が強い影響力を持つことに反対し、特にコルンバヌスが定めた。 アイルランド的な天礼や復活祭日算定法などで対立、教会会議でコルンバヌスの意見は認められず、さらに宮廷と法廷の行動を批判したことにより、傍受の地を追放された。スイスのトゥッケン、オーストリアのブレゲンツなど、アルプス北陸を放浪し、ついにはローマを目指してイタリアへ越えた。スイスで別れた弟子には、後に大陸における、 ケルト古教会の一大拠点として栄えたザンクトガレン、修道院を改装した聖ガルスがいる。ミラノのランゴバルド王から受け入れられ、613年にボッビオに修道院を設立。この地で615年に亡くなったが、聖人の教えを受け継いだ多くの弟子たちが、さらに数多くの修道院を設立し、ボッビオとその周辺は、北、イタリアで、その後数世紀にわたって、 キリスト教の中心地として栄えた。サンマロリュクスイユソアソンナントコルンバヌスのフランク王国ガリアでのアシアトトゥッケンブレゲンツミラのボッビオコルンバヌスのアルプス地域とイタリアでのアシアトカトリック教会と聖教会において聖人として崇敬される。カトリック教会においてはオートバイの守護聖人とされている。1916年、二人の アイルランド人主催によって創立されたカトリックの宣教団体聖コロン番会は彼を保護の聖人としている。ありがとうございます。